この前のダイモンの動作でさ、うん、あの機械とバグってたおかげで、うん、ミート率めっちゃ良かったじゃん。あれね、バグってないの。いや、あの、この動画初めて見た方は何を言ってるのか多分分かってない方いらっしゃると思うんですけど、あの、加藤博之くんのところに行って、僕の売ってるショットの数字でデータを出したんですよ。したらミート率の 1.56 っていうのが出たっていうのを、トールくんはバグってるって言ってるだけなんです。上限でしょ。上限。1.57 になっちゃったら、違反クラブ。でしょ？とか違反ボール。使ってるってことなんですね。そう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 。1球目から 1.56 出したから。そう、1球目だったね。1球目からだからね。うん。だから、効率がいいっていうのもそうだし、結局のところ、ボールを押し切れてるっていうのもそうなんだよね。で、もちろんその、当たってる場所もいいから、初速がヘッドスピードに対して速いから、結果的にミート率が高いですよっていう、まあ、だけの話。そう。でも、あれだけミート率が高いから、うん、あんだけ飛んでるんですよ。そう、43でも、キャリー266とかだったのね。うん。結局、初速が、ミート率が上がればじゃなくて、初速が上がれば、ミート率も上がる。ミート率も上がる。そう、ミート率を求めても、初速はなかなか上がらないからね。ただ芯に当てようとするから。したらヘッドスピード落とした方がミート率が、芯に当たってる率は高いじゃない。でも、ミート率を数字で見ると、初速がないと、ミート率が上がらないから、そう、だから芯に当たってるからって、そのミート率が、いいわけじゃない。そう、早け、そうそうそう。ヘッドスピードに対して。あ、そうだよね。うん。ってことは、その、ボール初速が速ければ、うん、そういうふうにボールが飛んでいくから、うん、皆さんの望みである飛距離っていうのも、うん、自然と出てくるっていうわけだ。うん、そう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 。それは綺麗、綺麗な話ね。どうやってその、バグってる数値出してるのか教えてもらわないと。あれは機械がバグってるのか、自分で出したのか教えてもらわないと。バグってないっていう意見だからちゃんと説明しなきゃいけない流れだよね、これね。そうだね。そうだよね。みんなそれ知りたいし、あれ見たら。知りたい。知りたいよ。平井博明のワンナップゴルフ。やってることをじゃあまず言います。フリップだろうが、こねくりだろうが、とにかくヘッドを前に出してるっていうことと、グリップを力んでるっていうことと、クラブを動かしてるっていう、この3つは絶対思いっきりやってるってことなの。結局、芯外してても同じ飛距離が出てたでしょ？でしたでした。あれの秘密でしょ多分。そうだね。そういうのもそうでしょ。そう、芯外れてって、アイアンなんかも。アイアンでそう、ヒール側に当たってんのに。うん。そう、あれは、生卵潰れないように握ってたら無理だから。ヒールの分落ちるから、飛距離は。負けちゃうんだ。そう。俺は、めちゃくちゃ強く握るよって動画で言ってるでしょ。で、右手でめちゃくちゃ押し返すって言ってるでしょ。押すって。で、右手で打ってるでしょ。で、フリップだろうが、こねくりだろうが、ヘッドをこうやって出すって言ってるでしょ。それをやってるから。要は、当たり負けを絶対にさせないように打ってる。あ、じゃあ、多少芯外れても。そう、関係ないよって、そう。だから、ヒールって感じさせないショットを打つ。はい、ヒールでした。ナイスショットは出ないですよ。飛距離落ちますよ。じゃあ、戦いにならないから。絶対そこに当たるわけじゃないもん。そうなの。芯に当たるわけじゃないから、全部。そう。だから、ここ全部に当たっても同じ飛距離を出せた方が有利でしょ。だから力む。芯に当たった時は割と感覚ないぐらいスッと打ってる。そう、ここだとね。だけど、この辺とかこの辺とかに当たると、ブレるじゃない？だから、そう、手元に来るけども、それを押し返してる。強く握ってるから。そう。だから、初速でんだ。そう。どこで当たってるの？そう。だから、芯に当たってるからミート率がいいんじゃなくて、ここで押し返せてるから、数字がいいっていう。うん。それをやってんのは、力しかないから。で、いい。フリップだろうが何だろうがいいわけよ。とにかくこっからヘッドがこうやって出てなかったらそれができないってことなの。そう。だから何でもかんでもここでこうやって出せてなかったらダメなの。はい、今のお化け出たけど。お化けね。そう。あれでもあれだっけ？手打ちすると飛距離落ちるんだもんね。今日も言ってんだ。言ってんだってか、俺が一番編集して見てるはずだから。ないよ。それ面白がってんですよ。そう。ほぼ変わってなかったって、変わってないよね。変わってない。まあ、1ヤード、アイアンで1ヤード、ドライバーで、まあ2、3ヤードぐらいしか。変わんない、ね。まあ、それ変わったうちに入らないよね。うん、だから、それだけ相当やってるよっていうこと。そういうことだよ。うん。あのね、本当に、
こんなんじゃ無理だから。だってどんだけ体が強く早く動いてんのって話だから、それに腕がついてこなかったら常識的に考えて無理でしょ。そう だ,、ね、そうだったら芯を外れた時点でペランってなるから、あキラリン来ます。それを絶対させないようにもうグワッと押し返してるから、そうだから芯外しても距離が変わらない、同じ押し方をしてるから。じゃあその芯外れた時の衝撃来るぞ来るぞと思って言ってた。そう絶対来るって分かってるから、で来なかったらラッキーでそのままでしょっていう、あ芯で、そう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 、で芯に当たってればブレないんだから、うん、入れてたって害はないじゃない。そうだね。そう当たんなかった時のブレのために準備をしてるだけだから。これ言ってる人いねえな多分。これいないよ。いないよね。だって世の中ナイスショット論しかないでしょ。そうだね。そうだね。ミッショットのためにどうこっちが、何、我慢して、ずっと構えて待ってられるかだから。そう。そう。ミスも計算に入れた上でこうしてるんだよ。そうそうそう。だから、マイナス得点がないわけよ。なるほどね。最低点が高いの。だから、そっか、今までのそのグリップをちゃんと握れとか力めとか、全部それにつながってくるわけだ。女性とか。そう。はあ。だから、どんな状況でも出る球知ってるから対応してるからそこそこのナイスショットが出るってことなの。トラブルショットだったり傾斜だったりそういうとこ、そうだからそこでナイスショット打とうとしてたら相当頭の中ぐるぐるしなきゃいけなくなっちゃうよってこと。本当そう。だからこういう平らなとこだと説得力あるショットって打てないけど、まあコースなんか行ったりライが悪かったりそういうところで出る球を経験上もう頭の中で反応で動いてるから、だから例えばこれがもう沼もうちょっとでも噛んだらバフりますっていう時だったらもうこうやってこうやって引いて打つんだから。そうああやってハーフトップよりももっとトップに近い、わざとわざとじゃないと当たんないから、こういうとこはもしそうぐっちゃぐちゃのとことか、そうだからそんなのさ綺麗ごと入れてたら打てないから、うん、そうだ、ダフんなかったらいいで打ってるだけだからね。だからそういう体の反応で打たなきゃいけない部分ってやっぱ多いんだよね。うん、そうだからミート率っていうのはもう間違いなく結果論だけだから、だから何って感じ。それを出すためにそう打ってるわけじゃない。そうなの、そうなの。だから飛ばそうと思って力んで振って右手に力入れて打った結果がそれだったっていうだけだから、なんかそれならできそうだね。でしょそうでしょ。それならなんか余計な、ね、こう動いてこうしてとかじゃないでしょ。そう右手に力入れてフリップ強くして、うん、振っただけ、そうだけ だけでしょ。そうそれはできそうな気がする。そうでミート率良くてまっすぐ行ったっていうこの2つはただの結果だから、だって打つ前まで分かんないんだからどこ行くか。だからそれでもちろん打つまで分かんないって言ってるけど曲げたくないから曲げないようには打つわけよ。フェースをコントロールしてフェースをこうやってボールに向けてこうやってこうやってまっすぐこうやって出していくっていう動きは力みの中に入れるのよ。それで打たないとまっすぐは飛んでいかないから、その衝撃が来る瞬間にあと負けないように、うんうん、構えてやればいい。そうだよね。そう待ってなきゃいけない。そうだよね。うん、準備をしておいてどんな当たり方をしても押し返せるようにしとかなきゃいけない。試合出した時ってさ、うん、もっと早かった時じゃん。そうだね、47、8ぐらいはあったね。トラックマンっていう機械で測ってたんだけど、うん、あのひろゆきのとこ秩父ででその時はだいたい平均 47.8 とかそんなもんだった、計算したら、うん、飛距離は落ちてんの。飛距離落ちてないね。じゃあより押せるようになってるってこと。そうで右手の押し感にストッパーがかかってたんだよね、やっぱ試合出る時って。そうなの。そう完璧に押し切ると曲がる恐れがあるから多少なりともコントロールが 0.5 でも勝ってるわけよ。あそうなんだ。そうだ飛ばし 4.5 のコントロール 5.5 ぐらい、今は 8-2 で飛ばしだから飛ばしたい。曲がってもいいんだ。曲がってもいい。 OB 打ったって何の損もないから。今はね、今はダハーで終わりだからでその時今ぐらい押せたら300が全然超えたってことだね、今のまま。あ、スピードが上がればね。うん、そう。クラブもいいかもね、今。あ、そうなんだ。シャフトとヘッド。合ってるってこと？合ってる。そういうのはある。そう、だからミート率って、そういうのにも関係してきて、やっぱり、フェースに乗って弾かないとミート率って良くならないんだよね。で、飛ばすことができないから。で、それが滑ったらこうやって逃げるじゃん。
ね、こうやって力もね、そう伝わんないじゃない、うん、こうやってなるから、うん、だからミート率も悪いし右に曲がる。でもそのドライバーは飛ぶのよ、そういうドライバーって捕まったら。すごい、そう反発がいいから。でも本気でヘッドスピード50以上じゃないと無理だね、うん、乗せらんないから。でロフトがちゃんとないとダメ、10度以上。ほんとアマチュアの方のヘッドスピードだったら11度ぐらいないとダメだよね。フェースに乗らないから本気で。だからそういうのも全部含めて、例えばシャフトの柔らかさだったり、だから俺 5S だけどチップカットしてないし、うん、硬くしてないから、だからそういうのとか、で、それでも柔らかくてどうのっていうデータは一切出なかったじゃない？そう。だからそんなもんだから。だからその自分のヘッドスピードとスペックの本当に合ってる相性っていうのは本当に数字に出るからね。だから本気で俺がすごいわけじゃなくて、ただ合ってるクラブを突き詰めて見つけたっていうだけだから、無理もしてないし。はいはい、うん、ひろゆきにとっては優しすぎるっていうぐらいだから。言ってるもんね。そう。それでもミスな球が出ないんだからやっぱ合ってんだよね。本当にやってることっていうのは力んで右手で全力で振ってるだけだから。で、ちゃんとヘッド前に出そうとしてこうやってこねたりフリップしたり、どんな動きか知らないけど、そういうの全力でやってるだけだから。だからそれができてきたら数字は良くなるってこと。でも本当に基本に近いことしかやってないから。うん。それだけでもあれだけの数字は全然出るし、舌使わなくたって数字は変わらない。うん。もう本当にその、まあ今、トル君からなんでミート率上がったの、良かったのっていう話をもらったんですけど、まあその、まあ内容というか、まあ説明ですよね。をちょっと動画にしてみました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度、ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってる？あれ。っていうネタをですね、コンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。